こんにちは、ayanoです。今日は菜の花を使って、マスタードの効いたサンドイッチを作ってみました。今回菜の花が美味しい時期なので菜の花を使ったんですけど、ほうれん草を使っても美味しかったです。あとサンドイッチの中に酒粕を使ってちょっとチーズ風な、ものを作ったんですけど、私自身が酒粕が少し香りが苦手で、どうやったら美味しくできるかなって思って作ってみたところ、お酢を加えて火にかけると酒粕の香りが飛んで、お酢がちょっとまろやかになって食べやすい感じになりました。なのでぜひ皆さんやってみてください。リクエストがある方はコメント欄に書いてください。ではまた来週。